はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、贈与税の2回目相続時精算課税制度について解説いたします。今回お話しする相続時精算課税制度は、宅建試験で出てくる相続時精算課税制度の内容とはちょっと違うんですね。で、何が違うかというと、宅建試験で出てくる相続時精算課税制度っていうのは、住宅取得資金に関する特例の相続時精算課税制度なんですよ。で、今回は一般的な相続時精算課税制度についてお話しいたします。なので、まあ、正直この部分は、まあ、覚えていなかったとしても、本試験ではあまりこれが直接出てくるってことはあまりないんですね。なので、まあ、相続時精算課税制度っていうものがどういったものか参考程度に聞いていただければと思います。実際試験でよく出るのは、次の動画でお送りする内容、特例の内容ですね、になってきますんで、そちらは絶対に頭に入れていただければと思います。ただそちらの内容を頭に入れるにあたって、今日お話しする内容が分かっていると頭に入れやすいんですね。なので前提知識として聞いていただければと思います。ただ内容がすごく細かいんですね。実際ここからはもう計算の流れになっちゃうんですよ。で、そうなってくると、ここ分からない方もいると思うんですけども、まあ、そういった内容なんだというふうに、細かく分からなかったとしても、イメージができれば問題ございません。まず、相続時精算課税制度、どういったものかというと、60歳以上のお父さんとかお母さん、またはおじいちゃんとかおばあちゃんが、生前に18歳以上の子供や孫に対して贈与した場合、その場合、最大2500万円まで非課税になりますよ。控除することができますよ。っていうのが相続時精算課税制度の内容なんですね。で、この相続時精算課税っていう、この言葉の意味については、後でお伝えをするこの計算ですね。この計算を見てですね、これの意味が分かってくると思います。とりあえず2500万円控除して、で、税率 20% をかけて贈与税を計算すると。まあ、いう話なので、ちょっとこれについて見ていこうと思います。例えば、父から3000万円の贈与を受けました。で、贈与を受けて相続時精算課税制度を使いました。この場合どうなるかというと、まず、贈与税を考えます。このお父さんっていうのは、生前に贈与してるんですね。これ、亡くなっていません。まだ亡くなっていません。生きている間に3000万円贈与しました。まあ、子供ですね。子供に贈与したと仮定します。18歳以上の子供に贈与したと仮定すると、まず3000万円ですよね。ここから2500万円控除できるわけだから、2500万円を差し引くことができる。この部分は非課税ということです。なので残り500万円、これに対して、これに税率 20% をかけますよ。そうすると100万円。これが贈与税額になってくるんですね。まあこれを贈与税として納めるという話です。で、まあ、今回は3000万円を一気に贈与してるんですけども、複数年にわたってもいいんですよ。例えば1年目1000万円、2年目1000万円、3年目1000万円っていう形でもいいです。その場合、1年目1000万円については、そこから2500万円引くと、もう0円ですよね。なので、1年目は贈与税0。で、2年目、さらに1000万円もらう。そうすると合計2000万円ですよね。1年目で1000万円使っているので、まあ、残りは1500万円控除できる。その中で、1000万円今回もらったわけだから、それも0円ですよね。で、3年目の1000万円については、もうこれまで2000万円使って、この控除っていうのは残り500万円しかないわけです。1年目、2年目で1000万で合計2000万円使っているわけだから、残り500万円の控除枠しかないので、3年目の1000万円の贈与に対しては、500万円の控除を使って、500万円残るよと。で、これに 20% かけて100万円というふうに計算するので、この3000万円については複数年にわたって贈与した場合であったとしても、また1年で一括でバンと渡した場合でも結局は一緒になりますよという話ですね。ここまでが生前贈与の話なんですよ。で、そこからお父さんが2000万円の財産を残して死亡した場合どうなるかというと、これ死亡したわけだから相続税かかってくるわけですよね。そうすると課税遺産総額はどうなるかって言ったら、これ2000万円だけじゃなくて、ここで贈与した3000万円、これ足すんですよ。足して計算するんです。そうするとこれ5000万円ですよね。5000万円、遺産総額は5000万円として考える。
で、基礎控除っていうのがあって、これは計算の仕方があって、3000万円プラス600万円かける法定相続人の数。今回、子供1人と仮定しましょう。ここで、贈与した子供1人しかいないと仮定します。つまり、配偶者もいないという状況ですね。その場合、法定相続人の数は1になるので、ここ600万。3000プラス600万で3600万。これを引くことができるよ。つまり、5000万円から基礎控除の3600万円引いて、1400万円。これに税率をかける。この場合、相続税率は 15% なんです。まあ、これは覚えなくても大丈夫です。もう決まっているので、1400万円の場合は 15% って決まっています。で、そうすると、これ計算すると210万円なんですね。で、ここから控除できる金額、これも決まってます。50万円って決まってるんですよ。これも別に覚えなくても大丈夫です。まあ、とりあえずこういう計算をすると、160万円になると。これが相続税の額になるんですけども、贈与税額としてこれ100万円払ってるわけですよね。で、今回ここ見ていただいての通り、贈与税を計算した時のこの3000万円、こっちに加えてるわけですよ。加えて計算した額がこれなんですよね。で、実際にもうすでに100万円は払ってる。まあ、この部分については100万円払ってるって話なんですよ。だから100万円を引くことができる。で、結果的に60万円だけ残るから、これが実際に払う相続税額っていう話なんです。つまり、相続時にこれ精算してますよね。見てください。相続時、これ最後精算してるんですよ。差し引いてますよね。実際に贈与税で払った分を精算してるんです、ここで。だから相続時精算課税制度と呼ばれるんですね。通常であれば、この3000万円っていうのはもうここで贈与税額払ってるわけだから、これ加えなくてもいいはずなんだけども、この制度っていうのは相続時に精算するわけだから、加えて相続税を計算する。で、計算した額から実際にもうすでに払っている税金、贈与税額を差し引いて精算をして計算するというものが相続時精算課税制度です。まあ、なんでこんなめんどくさいことをするかって話になってくるんですけども、これ贈与税の方が実は税率が高いんですよ。で、相続税の方が税率低いんですね。そうすると、お父さんとかお母さんとか、できるだけ税金払いたくないわけですよね。払いたくないわけだから、生前に贈与するってことをしなくなるわけです。そうすると、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんがお金をずっと持ったまんま、で、お金使わないってなるわけじゃないですか。で、一方で、お金を使いたいのは子供たちなんですよ。これからマイホームを買ったりとかするのは子供たちですよね。そうなってくると、できるだけ資金を移転させたい。そのためにこの制度があるわけなんですね。この制度を使うと一旦は 20% の税金かかってくるけれども、結局は相続税で計算できるわけなんですね。贈与税で計算してるんじゃなくて、最終的には相続税として計算できる。もちろん一旦は 20% で贈与税額払わなければいけないけども、これ最終的に見ていただいての通り、ここで贈与した額を含めて相続税の税率とか全部計算してますよね。で、最後にこの金額差し引いてるわけですよ。実際贈与税として払ったものを差し引いて相続税払えばいいわけだから、生前贈与したとしても結局のところは相続税として払うことができるわけだから、であれば贈与してもいいかと。結局同じなんでね。もしこれよりも少なかった場合っていうのは還付される。例えばここで計算したものが例えば60万円だったといった場合、これ100万円払っているわけだから、これ40万円余分にここで払っちゃってるわけだから、40万円は還付される。まあ、取り戻すことができるってことですね。まあ、そういう制度になります。まあ、内容的にはやはりちょっとやや細かい内容なんで、なかなか分かりづらいなっていう方いると思います。まあ、ただイメージだけでも分かっていただければいいかなと思います。まあ、細かい計算をするためには、法定相続人ちゃんと確定させなきゃいけないし、またここですね、税率だったり控除額。これも、まあ、調べるんですよ。金額によってこれ異なるんで。1400万円だったら 15% でマイナス50万なんですけども、大きくなってくるとこう変わってくるんですね。なので、まあ、そういったものも調べて計算をしなきゃいけないっていうことで、まあ、めんどくさいんですよ。まあ、ただ、まあ、こういった計算方法なんだなっていうぐらいイメージできれば、まあ、全然問題ございません。まあ、次の動画の住宅取得資金の特例、こっちの方が重要なんで、そちらはぜひですね、細かい部分まで頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。